福島競馬場、ゴレースはメイクデビュー福島2歳新馬戦、芝の1200メートル戦13頭のデビュー戦です。以前上空は一面雲が広がります福島競馬場。風はほとんどありません。馬場状態は芝やや重だと重のコンディション。向こう正面の左手ゲートイン。続々と各馬がゲートを埋めていきます。 最後は十三番、あらららら。十三番ゲートに収まって、ゲートイン完了。 ポント13番、アララララ、コース,スタートを切りましたが横に広がっています、内から6番のサニー・アール、この馬が出るか、外12番のネムレス・クイーン、こちらが一歩前に出ていきました、11番のスグラフィート、3番手、一番審査7番、ワイワイサンデー、4番手、その後インコース5番のマースフルガール、そして外8番メイオ、明王13番、アララララララ、上がっていきました、さらには9番のスーパーソニック、さらに外10番のプリマフェーブルも前へと上がっていきました。 各馬3コーナーカーブ4番のシリウスコルト後方から追い上げます2馬身がいて1番のカレンナ乙女後方から23投目外から3番のアクロスザシーズ後方から徐々に上がっていきます最後方2番のタリスマンで前は34コーナー中間12番のネムレスクイーンが先頭を行き切ってリード体半分11番のスグラフィート2番手で4コーナーカーブその後一馬身半インコース6番のサニーアールです第4コーナーから直線コースに入りましたその後ろからは8番の明王が前をうかがって上がってくるさらに 大外からは1番のカレンナを止めさあ、振り切って12番、ネムレスクイーン、残り 150m、一馬進半のリード、外からは4番のシリウスコルト、シリウスコルトが一気の伸び足でまとめてかわした、シリウスコルト、ゴール2着は12番のネムレスクイーンが粘って、3着争いが11番のスグラフィートと、外が1番、カレンナを止め広がっていました、勝ち時計は1分11秒3。 4番のシリウス・コルトが突き抜けました2番手は12番のネムレス・クイーン粘ってそして11番、スグナフィート大外1番のカレンナを止めこれら3着争い勝ち時計1分11秒3ゴールまでの 800m47 秒 4600m は35秒7でした4番のシリウス・コルトマクフィー三区丸田恭亮騎手突き抜けましたそして逃げて 一旦は各馬を振り切った12番のネムレスクイーン粘っての2着で3着争いが11番スグラフィーと大外から追い込んだ1番のカレンナを止めこの2頭の3着争いこれは接戦ですその後6番のサニー・アールそして5番のマースフルガールここは5着争いここも接戦です 今到達中、上がって1着4番のシリウス・コルトマクフィーの3区、安城、丸田恭亮騎手決めました2着12番、ネムレスクイーン34着、接戦は写真判定5着6番のサニー・アール3着争い、写真の発表並びに勝ち馬確定までしばらくお待ちください。